日本の沿岸のその生産力っていう、例えばですけど、面積あたりで、単位面積あたり1年間にどのくらい魚が取れるかっていうのは、その統計データで比べるとですね、まあ、世界的にも非常に豊かな海なわけですよね。で、日本の海岸線の長さっていうのは、あまり知られてないかもしれませんが、USA ですとか中国といったその超大国の海岸線よりも長い海岸線を持ってるわけですよね。そうすると、日本でその基本的に豊かな沿岸域っていうのは、その大体海岸線にその沿岸の幅をかけたようなもんですから、広大なその本来豊かな沿岸海域をまあ持ってるわけですよね。石川県能登半島の穴水には、ボラ町櫓という不思議な形をした建造物があります。現在では実際の漁に使われることはなくなりましたが、丸太櫓の上でボラが群れをなして入り江に入ってくるのを終日見張り続け、網を手繰るという漁に使われていました。能登半島は日本有数の定置網の漁場です。移動して魚群に働きかける運用漁具と異なり、定置網は待つ漁業と呼ばれ、固定した網に回遊魚が入るのを待つ漁法です。網の中で魚は生きたまま自由に泳ぐことができるため、鮮度保持に優れていると考えられています。また陸地近くに設置され、回遊してくる魚の種類や量の変化を目の当たりにするため、定置網漁の漁師たちは海全体の環境を敏感に感じ取ることができます。七尾湾に浮かぶ能登島で定置網漁を行っている木戸さんは、資源管理を心がけ、さまざまな工夫をしています。秋田県のね、ハタハタが一時もうはやいなくなったって、それが一番自分の中で残ったね。なぜかというと、漁師が取っていて、その資源が全く取れなくなったという。結局漁師ってもらう、結局取っていくつくとこまで行かないと気がつかないという、その見返りというものがすごい、じゃあどうやって乗り越えるのかなっていうのにすごく関心があって、そうしたとはやっぱり秋田の人らが3年間かな、5年4年間か、絶対取りませんと、もうはやはたはたは漁はせずに、何はともあれ子供育てて放流して、いろんな取り組んで、そして我慢してなんとかそれを乗り切って、でもそれが何年後かで成功して、あ、これはやっぱり取ってる人たちが今日努力をすれば必ずいいことになるんだろうって、じゃあ自分は何ができるか、自分でも少しでもいいからっていう気持ちで、それがねきっかけだったよね。木戸さんは取れた魚が売ってもあまり良い値段がつかないと思えば一度海に放します。そのため漁に出ている間に船から携帯電話を使い、漁場の近くにある氷見港と七尾港の両方の仲買人に連絡を取り、どこでどのような魚が必要とされているのか、どちらに持っていけばより良い値がつくのかを確認します。今は携帯電話なんかで連絡取れるから、じゃあ中川さんのこういう魚のこういうサイズが入ってるんだよ、じゃあどれぐらい持ってくればいいんだよと、いやこれじゃ持ってきたらこれダメだよって言った時には、もう一旦はまあ海に戻しましょう、まあ自分なりですけど、やっぱり今までやってきたから、それが資源の保護にもなるやろうと、またいつかまたどこに入ろうとまた大きくなって入るかなっていう、やっぱそういう気持ちでやっぱりやっていくのは、それはね、本当にみんな漁師がやってる漁師さんが認識すれば、まだまだ資源というものは保護されていくんじゃないかなと。
また以前に水産試験場から頼まれて以来、機会があれば船の上でタラの卵を人工的に受精させ、卵を海に放つ試みを続けています。あー、だいぶ孵化しとるな。あ、ダメよ。俺みたいなやつだな。俺みたいなやつだな。元気ないな。昔は船の上でお腹から溢れ出た卵がその場で受精し、船から流れ出て海へ戻っていくこともありましたが、最近は商品価値のある卵が出てしまわないように藁で押さえたり縫い付けてしまうようになりました。木戸さんはメスのお腹が裂けそうな時にはこうして人工的に受精させるようにしています。木戸さんは船を先代である父親から引き継ぐと同時に漁業権も引き継ぎました。日本ではこうして親から子へと漁をする権利も引き継がれてきたのです。かつて日本全国で半農半漁という暮らしが見られました。自分で食べるものは自ら田畑で育て海から取ってくる自給自足の生活です。木戸さんは父親から受け継いだ田畑を耕し、魚はもちろん米や野菜も自家製のものを食べています。実は正直で海よりもなんかな、百姓が好きなんですよ。だけどこれはね、やっぱり頭ったあの自分のやっぱり親父からの先代からの、 あの仕事なんで、やっぱそれはそれとして責任を持ってやっぱりついていかなきゃ。息子がやっぱり守ってくれるし。時代の変化とともに船は大型化、モーターがついたものへと変化し、網も強くなったため機械を導入することもできました。定置網漁も技術の革新とともにより多くの魚を取ることが可能になりました。一方で資源が枯渇してしまわないように、木戸さんのような個人の努力のほかにも地域における漁期や漁場の規制、魚の大きさや量の制限など、さまざまな取り組みが行われています。長い歴史のある漁法は、漁師の知恵とそれを引き継いできた人々によって守られてきたとも言えます。里山は目に見て、あの職人なり何なり、あの林業なりね、整理すれば目で見えるけど、やっぱり海でも目に見えないっていう。なるだけは海を汚さないと、そういう資源ってものはやっぱ限られたものなんで、何度も言うんだけど、やっぱり資源ってものは限られたもので、そういうものをやっぱり意識していけば必ずやっぱりそこで海っていう魅力がまた出てくるんじゃないかと思うし、それはねやっぱり担い手がいないと、どうしてもね、あの山もそうなんだろうけど海もそうだと思う。担い手がいればいつまでたってもやっぱり海が守られると僕は信じたい。はい。